はい、こんにちは、JS 関東の梅田と申します、免許の教習所です。国家試験を受けに行くんではなくて、省内の修了試験で取れる教習所なんですが、今回は皆さんにですね、うち教習所ですから免許を取った方がいいですよ、取ってくださいというような、ご案内です。というのはなぜご案内するかと言いますとですね、僕も千葉県在住なんですが、千葉県下のダム湖なんかでやっているレンタルボートいくつもありますけども、例えば小面っ原ダムとかですね、三島湖とかそこら辺のダム湖、今までヘラブナをやる人たちに、貸す船、ちょっと大きかったりするんですね。でそれが、バス釣りをやる人にも今後開放しようというようなことがあって、でそうなるともともとちょっと大きい船なので免許が必要になってくる。バス釣りやる人だと免許不要艇なんていうのもね、いっぱいあるように、今までそれを借りてたっていうような人もいっぱいいると思いますが、そこで解放されるとなると免許が必要な船を借りることになります。で免許も提示を求められます。今までは曖昧に、免許を持ってるっていう確認だけで見せることもなかったんですけど、今後は免許を出さなきゃいけないということにもね、なってます、ですんで、それがより今後世の中全体がね、関東も全部そうなっていくと、免許が持ってないとバス釣りもできないで、海にも出たいと思っても海に出られない、これは免許を取っておかなきゃいけないタイミングじゃないかというようなところです。うちで免許を取るにはね、こういうキャンペーン50周年になりましたので、そう50周年だからもう大々的にキャンペーンやりましょうと、すごいのはですね、いわゆる、ボートスクール安いみたいな印象があると思いますけど、ボートスクール並みに金額ドンと下げてます。女子割10万切ってます、2級でですね、グループに1人でも女子がいて女性がいて、2人で3人で受ける、複数で受けるとなるとみんなが女性金額になっちゃいます、ね、男でも女性になれる、そうもうみんな女性になれる、みんな女性になれる、男でも、ね、女性の金額で取れる、ね、女性にもなれる、はいはい、そんなようなことをやってます、はい、でペアで受ける、ね、その中に女性がいてもとにかくペア割り、もう女子の金額になっちゃいます、ここら辺詳しくご案内は連絡いただければちゃんと案内しますけどね、はい、今回はまずこのフィッシングショーで、釣りをやる人、バス釣りが好きな人、湖、川行く、そういうような時には免許が必要になってくる、どんどんそういう時代になっています、はい、ご案内は JS 関東の東京事務所にいる梅田ですが、ね、JS 関東で検索して、電話いただければ何のご案内もしますんで、ぜひ一度お電話、そしてホームページご覧になってください、梅田でした。言い残したことは、うちはね、更新もやってますし、船乗り慣れない人、ちょっと最近乗ってないっていう人のセミナーもやってます、更新講習、これ船の免許5年更新ですから、レンタルもこれはバス釣りだけじゃなくて海でやるっていう時は日本全国140拠点のうちホームポートの一つにもなってますんで、はい、ぜひご利用ください。梅田でした。言い残したことは、言い残したことは、なんかあったか？面白いこと言って。ああ、そう。面白いこと？ないよ。ないよ。ないよ。急に振られてもね。